ハドソン湾の戦いは、大同盟戦争の時期に起こった海戦である。1697年の9月5日に、ピエール・ル・モイヌ・ディベルビュー指揮下のフランス軍が、ジョン・フレッチャー率いるイングランド部隊を破り、その結果、ハドソン湾の交易所である、ヨーク・ファクトリーが、フランスのものとなった。ピエール・ル・モイヌ・ディベルビュー,ディベルビューの機関である44門艦ペリカンは、 ハドソン湾でイングランドと対戦するために、より大きな艦隊をハドソン湾に送り込んだ。戦場に向かう途中、ペリカンは、分厚い霧のためたの艦と離れ離れになったが、リベルビーユは単独で行くことを決意し、一軍艦ペリカンの、さほど有名ではないが、勝利への華々しい挑戦が始まることになった。ヨークファクトリーの近くまで来たペリカンは、兵士の一団を上陸させ、 砦をどうやって攻略するかを見分させた。ディベルビーはペリカンにとどまった。カナタにホトマストを見たディベルビーは、それをフランスの艦隊だと思い、ペリカンをそちらの向きに向けたが、それが敵艦であることに気づいた。ペリカンをハンプシャーと武装した2隻の貨物船、デリングとハドソンズベイのイングランド艦隊が取り囲んだ。イングランド軍は多くの兵士を揃え、 また多くの大砲を装備しており、一方ディベルビーユの兵の精鋭部隊は上陸していた。その他は解決病のため戦中にいた。ペリカンは危機にさらされた。ディベルビーユは部隊を呼び戻すのは難しいと思い、捨て身の攻戦を決めた。戦闘は追撃戦で始まったが、2時間半の後にはペリカンとハンプシャーによる凄まじい型原射撃の応酬となった。 ほぼ4時間にわたっての激戦は、イングランド有利であるかに見えた。ペリカンのフランス兵たちはかなり負傷しており、地が船を伝って海へと滴り落ちていた。フレッチャーは、リベルビーユに降伏を迫ったが、リベルビーユは拒否した。フレッチャーが、リベルビーユの勇敢さを称え、ワインで乾杯した時、ペリカンの砲弾が、ハンプシャーの火薬庫を爆破し、 ハンプシャーは煙を出しながら爆発して、すべての乗員を乗せたまま沈没した。また、乾杯は、戦闘前に、リベルビューユとフレッチャーの間で行われたとも言われる。復元されたペリカン他の2隻の貨物船、うちの1隻は、捨て鉢になって、砲撃を行ったが、望みを捨て、マストに、幸福の印である白旗を素早く掲げた。もう1隻は、大急ぎで退却した。フランスは、 勝利をものにした。ペリカンも交戦中に破損していた。喫水船の上部に穴が開いており、破棄せざるを得なくなった。ペリカンは沈められ、乗員はヨークファクトリーのわずかに南側の野営地に集結し、ペリカンの代わりとなるプロフォンをはじめ、フランスの艦隊が到着した。それから5日間、リベルビーは900人の軍勢を率いて、 ハドソン湾総督のヘンリー・バレー配下のイングランド兵と小競り合いを繰り返し、イングランドは9月13日に降伏した。フランスの手に落ちたヨークファクトリーはブルボントリデと解消され、ハドソン湾でイギリスに残された公益所はオルバニー公益所のみとなった。これにより、リベルビューユの輝かしい戦歴にまた新たな1ページが加えられた。ハドソン湾会社が、 ヨークファクトリーを取り戻すのは、その16年後のことである。ウィリアム王戦争後のレースウェイク条約では、フランスが、ジェームズ・ワン、イングランドが、ヨークファクトリーを確保することが決められていて、1697年9月20日に、調印も終わっていたが、ヨークファクトリーが、フランスのものとなったことで、逆に、フランスが、ヨークファクトリー、イングランドが、ジェームズ・ワンを、 自国のものとするという条件で改めて締結がなされた。このためイングランドはヨークファクトリーの2万ポンドの価値の毛皮をフランスに奪われた。ありがとうございます。